鎌田大地、昨年王者相手に決勝点、現地の声がこちら。ラツィオに所属する日本代表ミッドフィルダー鎌田大地は、セリエ第3節ナポリ戦に先発出場し、左足で今季初ゴールを決めた。チームは今季初勝利を挙げている。22-23 シーズン王者ナポリを倒す決勝点を奪った鎌田を、イタリアメディアスポートメディアセットは高く評価しているようだ。鎌田は1対1で迎えた後半7分、フォワードルイス・アルベルトがスルーしたボールをゴール正面でトラップ。左足で放ったシュートは相手の股を抜きゴールに突き刺さった。後半20分に交代となったが、チームは鎌田のゴールを守り抜いて勝利した。スポートメディアセットはマウリツィオ・サッリ監督、フォワードフェリペ・アンデルソン、ルイス・アルベルトともに鎌田の名を挙げ、ナポリに的を絞らせず、局面を打開するための作戦よりも個人プレーに頼らざるを得なくさせたと、ナポリを混乱させたと分析している。同メディアは鎌田をスタメン出場した選手の中で3位タイの 6.5 と採点。単票では出だしはやりすぎと辛辣だったが、その後は秩序とフィジカルで中央でなんとかプレーしたと評価した。また鎌田のゴールをお膳立てしたルイス・アルベルトのプレーについては、チケット代を払う価値があったと称賛した。同メディアは、ナポリがセリエ A でラツィオに2連敗したのは1997年以来だと伝えた。また、日本人がナポリ戦でゴールを決めたのは9年のフォワード森本貴幸、13年の長友佑都以来、鎌が3人目だと紹介している。ナイスゴール。本当に貴重な1点。鎌田らしいゴール。いいもの見せてもらいました。メンタルは間違いなく強い。鎌田には突き進んでほしい。ラツィオでの初ゴールをね。ワールドクラスの鎌田半端ない。こちらは世界のフットボール2チャンネルです。あなたの持っているサッカー知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。